どうもこんにちは、オグタンネルです。今日はですね、加藤タンのご飯を食べながらベースについて語ろうかなと思っております。イエイ。オグタンネル。ではですね、今日はその、まあ隣にいるんですけれども、加藤タン、加藤タンでいいんですか？はい、加藤タンです。加藤タンさんお呼びしまして、はい、はい、ちょっとベースについて話そうかなと、はい、ご飯を囲みながら話そうかなと思っております。よろしくお願いします。いやー、その加藤タンネルの方から加藤タンに来ていただいたのはですね、はい、一つありまして、加藤タン、加藤タンネルでまだ一回もベースを弾いてないんです。なるほど。違う違う、弾こうとしたら怒るのよ。あー、なるほどね。クソやめろとか、はい、クズみたいなこと言われるの。でも、はい、僕ヘングめっちゃ好きなんですよ。音楽がでしょ、ベースがじゃないよ。俺笑ってるもんだって。いやいやいや、でもパッケージとして。あ、本当に、はい、めっちゃ良かった。ありがとうございます。え、じゃあそのヘングのベースをオグ弾いてくれって言ったらオグ喜んでいく感じだ。いやいやいや、でも弾けないですよ。嫌って言っちゃったもん。あの、なんかささやく感じとかできないです。だいぶ叫んでたんじゃなくて、叫んでた、でも何を言ってるマイクで、あ、そうそうそう、何言ってるか分かんなくて、うん、ささやいてはない、叫んでた、それができないです。 あれでもかっこよかったんですけど、何を言ってるか分かんなかったです、あと、改めてあれ、あの、はい、一応うち、ヘングというバンドをやってるベーシストです、はい、あ、そうですね、はい、ヘングというバンドをやってる加藤さん、はい、よろしくお願いします。いや、オグタンさん、はい、今日ですね、はい、あの、加藤さん、人前で弾けるように、はい、オグタン先生からベースをちょっとね。なるほど。そうですね、教わりたいのは、はいはい、ベース思想しに行った時にかっこよくなれるフレーズ。必要ですか？だってなんかさ、はい、いや、わかるよ、本当に確かめたいのは、はい、音域的に低音から高音までしっかり出るとか、うん、それが確かめたい、はい、から別にベンベンぐらいでいいんだけど、はい、ピロピロ弾く人いるじゃない。はい、なんかスイープだっけ、なんかこうさ、ギターとかでさ、いるじゃない。思想したら絶対。はい、ルルルルみたいなさ。スネやりすぎだわ。でもいるよね。いますいますいます。いるよね。はい、急に紅のソロ弾くとやつとかさ。はい、そうですね。うん、そう。ああいうのをちょっと欲しいなと思って。なるほど、うん。弾いてみてよって言われる時あるじゃない。ああ、ありますね。知らない人から。うん、弾けるんだなこの人って思わせるような。なるほどなるほど。言ってこない、弾いてみてよ。どうなんですかね。なんて。なんて。ギューンつっちゃった。俺のアンプの方が弾くのやめろって言って。あ、いいじゃないですか。あ、なんかこういうあのハンマリングとか入れるといいんですか。あ、いいです。ハンマリングだっていいんだ。そう、うまそう。ハンマリングと、あと、うん、ビブラートみたいな。あ、俺それできない。俺ビブラートほんとしたことないんだよな。確かに慣れないとハンマリング。このでもみんなそう、上手い人それしてる気がするわ。上手い人みんなやってる気がする。するわ。する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 。このキー E でやるとね、やりやすいですよね、やっぱりね。で、E で終わるみたいな。その開放弦で終わるみたいな。俺、昔バンドの時に、はい、全然ひ、もうこっちすごい動いてるのに E だけ弾いてこう動いてるっていう。ライブ映えするために。でもいいじゃないですか。最後いい弾いてけんだ。最後いい弾いて、締めで、最後締めでいい弾いてけ。 あとはこのハーモニクスやる。あー、ハーモニクスだね。ハーモニクス入れると、あー、ジャズっぽい。なんかフュージョンで聞いたことある。ジャコパスとかやった気がするわ。あ、めっちゃいい感じ。いい、ね、いい感じ。これやってこう、これ。あ、なるほどね、はい、いいですね。ありがとうございます。奥さん、はい、なんかもうちょっとグルーヴのあるようなフレーズとかどうですか。なるほど、じゃあちょっとやってみますか。はい、そういうの。
本当に嫌な顔してる。芝見えした。最後いいしてばいい。いいじゃん。それもずっとあるから、それで変わんないね。もう変わんない。なにどうやよ。あ、いいですね。このスタッカーとか。あ、いいじゃないですか。できてる。あ、いいですね。最後いいですね。もう決まりだこれもね。最後いいできましたなんか収まりがいいね。収まりがいい。無理やり入れた感があるんだよね。スタッカーと俺ドルドルってすげえなあ。でもなんかかっこいいですねこれが。まあ俺は弾けなかったけど見てる方はね、はい、うん、そういうのだって思う感じねあるかもね。そうですね。いいグルーヴのコツは、グルーヴのコツはゴーストノートと唇です。何唇って。何唇がね、唇出しちゃったらいいの。やっぱりあの、あ、そうですね、唇出すか頑張って熱く、あ、ありそう。ありそう。上しか見てないのか。上しか見てない。なるほどね。まあまあ顔で弾くっていうのもあるからね。そうですね。なるほどね。唇出したらいいんだ。はい。これからスタジオで俺クリだってあいつ唇出したなと思ったらうまくしようとしてるって思われるよね。なるほど。いやでも顔で弾くっていうのは大事ですからね。やっぱり。いやもっとグルーヴのコツ言ってないまだ。でもなんかこの休符がグルーヴの音楽大事な気がしますね。こういうベースに関してはベースマガジンについてきた付録の CD の音みたいな、はい、そうですか。家で同じアップ使ってんのに。いやそんなことない。まあ、今日教わったのは E で締めると、あ、そうですね、ハーモニクス入れる、はい、ハーモニクス入れると、そうすると思想で使えると、ね、あとグルーヴ感出すためには休符を入れる。そうですね。あとスタッカートもかな。あ、そうですね、スタッカートも。家での練習ってどういう風にしてるの。そうですね、家での練習ですか。とりあえず16ビートを練習するっていうのがあります、はい、タワーオファーのワッツイヒップの練習みたいな、うん、とりあえず16をすぐよく弾けるようにする。あーすごい言われたこの前クリニー。いや、オクターブいくじゃん。ダンダンダン。出さないようにするにはどうしたらいいの。それ爪ですね。カチカチなるのは爪じゃないかなと思うんですけどね。爪が伸びてるとカチカチなるんで。でも どっちかというと弦のカチカチよりも、あ、爪のカチカチよりも、はい、弦がこう当たってカチカチいう感じがするんだよね。あ、確かに切ってもらわないですね。切ってもらわないね。どう押さえてるの。なんなら貸してもらっていいですか。しないもんね僕。それでさっきのさグルーミーなやつやって、引き返せない。戻して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 加藤さん、ここは見せ所です。収録の方行っちゃったよ。でも俺、ね、本当に出るね俺音ね。出ますね。で
どう押さえてんの？右手の感じがちょっと違うかなっていう感じがします。立ててるの？あ、いけたね。ベーシストに動き見てもらうと違うんだね。あー、こうか。あー、出なくなったね。うん、出なくなりました。俺40歳だよ今今これかなって思う。やべえ、めっちゃいい動画あー、でも素敵です。お、はい、早くなるとやっぱ出ちゃうな。多分力みとかもありますけどね。あー、出ないように練習するわ。あああ、でもありがとうございます。はい、全然全然。今日は楽しいですね。ね、なんかね、はい、ありがとうございます。ちょっと言うのは、はい、ちょっと思うのが見づらいっていうね。ああ俺が聞いてるところはね。ああ対面とかこうしながらだったよね。そうですね、狭いんだよね。なかなか見づらい。はい、今日はですね、加藤タンを、はい、お迎えしまして、はい、オグタンネルやりましたけれども、どうでしたか？ありがとうございます。なんか今日練習、もう家で練習何していいか分かんなくて結構本当ですか？うん、練習します？うん。いや、でもさっきの本当にずーっと16で弾いてのまあその爪が立つ音、はい、カリカリ感出ないっていうのは弾き方ちょっと教わったんで、はい、あ、なるほど、あれはちょっと練習しようかなと思います。やってみてください。はい、はい、ありがとうございます。本当に、いやいや、こちらこそありがとうございます。いいやね、いいデシベルのと、ハーモニックス。そうです、そうです。ありがとうございます。それさえ覚えとけばもう、はい、ありがとうございます。よくやりしますんで今日は本当にありがとうございました。はい、俺料理しかしてないんだよねでですね、今日もありがとうございました。このチャンネル、オグタンネルなんですけれども、最近始めたばっかりなのでまだ動画とか全然上がってないんですが、これからベースを軸に動画をどんどん撮っていこうと思ってますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。高評価とチャンネル登録よろしくね。バイバイ、ありがとう。